皆さんこんにちは。 YouTube 番組山田理科のリポリカ、理科室の理科先生こと山田理科です。今日もよろしくお願いします。さあ今日は岐阜県多治見市にやってきました。多治見市の居酒屋さん楽楽をご紹介します。こちらの楽楽は JR 中央本線の多治見駅の目の前にあって、そして今ここに出てますかね、外観もう赤ちょうちんで赤看板、もうかなり目立っています。さあどんなおつまみ、どんなお酒に出会えるのか、それでは行ってきます。はい、ではこちらが店長の遠藤隆さんです。遠藤さん今日よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ちょっと失礼します。はい、どうぞ。さあ居酒屋さんということで、もうすっごいメニューがたくさんあるんですよ。もう私の目の前にはずらっとあるんですが、何が人気メニューですか？はい、うちはですね、串焼きとあとお刺身と、はい、こちらの日替わりのおすすめメニューが大変人気になっております。あ、もうすでに私の目の前にこの焼き鳥のメニューとあとこれですね、日替わりのメニューがあります。まあ、とりあえずお酒はパンチレモンサワー、パンチレモンサワー、はい、はい、とこの串の中だったら何が一番おすすめですか？王様レバーというレバーが一番人気になっております。え、このレバーって、はい、王様ってどういうことですか？サイズ感がすごいキングサイズで、お、はい、じゃあその王様レバーと焼き豚、はい、そうですね、はい、豚の串焼きがこの辺では珍しく、そうですね、豚の内臓系だったり身の方をちょっと串焼きにさせてもらったりとか、結構癖もあるんですけど結構美味しいんで、よかったらぜひ。あ、ちょっとその癖のある感じ食べてみたいな。じゃあ王様レバーと焼き豚、はい、と、はい、あとパンチレモンサワーと、はい、あとお刺身、お刺身を、はい、食べたいんですけど、今日はカツオと、はい、ヤリイカが美味しいです。あ、このあれですか、日替わりにも書いてある、はい、そしたらじゃあその2つ、その2つ、はい、はい、お願いします。ありがとうございます。先ほど注文した串をですね、遠藤さんが焼いてくださっているので、その間にお店の中を紹介します。じゃん、見てください、このドラム、ドラム缶がテーブルになっていて、ここで食べられるんですよ。なんか東京のなんか下町の居酒屋さんっていう感じで、なんか雰囲気出てませんか？お待たせしました。パンチレモンサワーです。どうぞ。はい、来ました。あと串ですね。王様レバーと、あと内臓盛り合わせです。どうぞ。こちらからレバー、鉄砲、ガツ、シロ、のどかしです。見てください。わかりますか、これ。これがレバーです。そして、もう一回お願いします。こちらから、鉄砲と、ガツ、シロ、のどかしです。すごい、いろんな種類があるんですね。聞きなじみのない部位がたくさんあると思います。今、だって覚えきれなかったです。もう一回後からお願いします。はい、食べるだけもう一回。そしてお刺身ですね。ちょっとキハダマグロをサービスでよかったら召し上がってください。ありがとうございます。はい、こちらたまり醤油です。ありがとうございます。じゃん、キハダマグロをサービス。あ、こちらサービスで、はい、で、とカツオのたたきと、はい、ヤリイカのお刺身ですね。です。すごい、このパンチレモン、はい、あ、まず最初にいただきます。うまい。え、このパンチレモンって、はい、普通のレモンサワーとどう違うんですか？ちょっとレモンの酸っぱい部分をより強調して、こう、うん、ちょっと甘いのが苦手な方とか、あとすごいレモンが好きな方とかにすごい人気のレモンサワーです。確かに今甘さはあまりないなっていうのは思いました。はい、本当に大人のレモンサワーです。美味しい、すっきりさっぱり。ありがとうございます。めっちゃ気になるんですよ、これ。めちゃくちゃ大きい。キングサイズ。じゃん。王様レバーです。え、いただきます。待って、こんなに大きいレバー初めて見ました。
うまい。あ、よかったです。ありがとうございます。めっちゃ柔らかいですね。そうそう、あの結構時間かけてじっくり、はい、焼かれてらっしゃるんですか。はい、こんな大きいのに中はふっくら、あ、外もふっくら。しかも今気づいたんですけど、屋台とか、なんか昔ながらのっていう感じが、ちょっとあの昭和レトロな感じが、結構お客さんにこのまま続けてほしいって言われるんで、本当に改装しないで。私あの昔な昭和なレトロ感好きなんで、僕も好きですめちゃくちゃいいと思います。ああ、よかったです。続いてこちらが、はい、そちらガツですね。ガツ、あの胃袋になります。胃袋、はい、豚の胃袋。あ、そうです。はい、いただきます。うまい。そうですか、よかったです。今もうこう噛んだだけで、はい、いただきましたって思いました。よかったです。あ、これ油。あ、そうですね、油の部分とその、なんですかね、胃袋の皮の部分なんですね。はい、その皮の部分がコリコリとした食感と時折ついてくるそのトンチャンの油を楽しんでもらえるかなと。油めちゃくちゃ好きなんですよ。そうですね。で、今こう噛んだ時に、はい、油って思って、あ、もうこれ絶対美味しいやつなんです。ありがとうございます。あ、おいしい。先が吸います。どうぞ、たくさん飲んでください。ありがとうございます。続いてこちらが、はい、そちらが、白です。白、腸、白、豚の腸です。いただきます。ん、初めて食べました。あれ、初めて食べました。コリコリしてます。それガツですね、ごめんなさい、間違えちゃったさ。ガツです、ごめんなさい。ガツです。これガツです、さっき食べたのあのガテッポだったです、ごめんなさい、間違えちゃいました。ちょっと似てる。最初にその日本、これがテッポで、これがガツです、ごめんなさい。ガツ、ちょっと緊張して間違えました、すいません。全然 OK です。すいません。初めて食べた。はい、そうです、これコリコリした、あのこれあの胃袋でコリコリした感じがすごい、はい、女性の方にもすごいよく見て、これ全部今タレですか。あ、そうですね、あの、基本的にタレで、はい、全部。じゃあうまい、良かったです。うまい、連発してる。ありがとうございます。嬉しいです。続いて、はい、そちらが、白ですね。これが白です。それ白です。あ、白っぽいです。白っぽいです。白です。これはあのトンチャンですね。もう本当に一般的にトンチャン、あの豚の、大腸ですね。ってことは油ですか。うん、そうですね、そんなに油はしないと思うんですけど。きました。トンチャンです。、うん、トンチャン好きなんですよ。あ、そうなんですよ、よかったです。あの焼肉屋さんでこの前食べたトンチャンの味がします。はい、あ、もうまさしくそのトンチャンですね。タレ、あの、それ焼いてからタレにはつけるんですけど、結構癖もなく食べやすいので。なんかトンチャンってなんかみんな油があるから苦手っていう方いらっしゃるし、なんか聞いたことあるんですけど、はい、これはいけます。あ、本当ですか。あ、よかったです。いける。緊張しますね、なんか一歩一歩。そして、はい、こちらが喉頭です。喉頭、はい、喉の近くのお肉で、あの軟骨の周りについてるお肉ですね。これは食べてからどうぞ。はい。
に似てます。そうですね、あのちょっと脂身もあって、うん、あとその今食べてもらったのは脂のところで、次赤身のところになるんですけど、これがまたザ・お肉みたいな。めっちゃうまい。これあんまり置いてるとこないんで、うん、はい、足バタバタさせちゃうぐらい美味しい。よかったです。ね、油抜きにはもってこいだなって、はい、よかったです。やばいです。あ、ほんまですか。めっちゃ飲めてる。酒進む、はい、めっちゃ飲んでください。美味しいです。うん、からの、はい、今日の日替わり、はい、あ、そうですね、はい、カツオ、あ、そうです、カツオと、ヤリ。店長がマグロをサービスしてくださって、ああ、そうです、ちょっと特別に今回ね。はい、どうぞ。いただきます。え、これ鮮度高くないですか？あ、そうですね、あの届いたやつをそのまま、うんうん、あの今日の朝炙っておきました。おいや、なんかすごい鮮度の良さを感じました、はい、今どうですか、うん、ちょっと腕はいまいちですけど、物はたくさん。何をおっしゃるですか。物はいいんで。もう本当にそう、今回、はい、あの楽々さんを私が紹介したいなって思った理由が、はい、あの初めてここのお店に来た時、はい、あの店長がすごい気さくでお話ししやすかったんですよ。ありがとうございます。なので、もうぜひ YouTube で一緒にコラボしたいみたいな、はい、いや、もうあの恐縮です。なので、もう何だろう、性格もいい、腕もいいみたいな感じで、もう本当にありがとうございます。こちらこそありがとうございます。いや、美味しい。ラクラクさんの、はい、CM をやるならやるならっていうのを、はい、ちょっと今チュンって考えますね。待ってくださいね。そう、 OK です。考えました。ではこの串とお酒をちょっとお借りします。はい、いきます。もし私がラクラクさんの CM を作るなら、美味しいおつまみ、美味しいお酒、これを融合させると、うん、激うま。楽しく飲むならラクラクへ。すごい、めっちゃ良かったです。めっちゃ良かったです。いいですか？はい、めっちゃ良かったです。やった。めっちゃ良かったです。では最後に店長からお知らせがございます。お願いします。はい、この番組リポリカを見たと言ってくれたお客様に対して、ハイボールを1杯無料でサービスさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。いいんですか？はい。いいんですか？はい。ありがとうございます。リポリカを見たって伝えてください。ぜひハイボール一杯サービスということで皆さんお越しください。さあ、今日もありがとうございました。以上、理科室の理科先生こと山田理科がお送りしました。この番組を見てくださったそこのあなた、ぜひチャンネル登録、そしていいねボタン、もしこのお店に行ってほしいとか、このお店取材してほしいという方がいらっしゃったら、ぜひコメントをお願いします。では来週またリポリカでお会いしましょう。バイバーイ。